にちは。第2回目のこの Z190 なんですけども、一番やっぱり印象に残ったのは25倍のズームです。以前ハンドヘルドとかショルダータイプの業務用のカメラを使ってた時には、だいたい16倍とか17倍というレンズが、標準的なレンズだったんですね。で、今回この25倍というレンズなんですけども、思っていた以上にやっぱり寄れるんですよね。そこがなかなか面白い点でした。そこまでなんか高倍率のズームって果たしているのかなと思ってたんですけども、あれば使うんですよね。なので私普段最近使っているのがこの FS5 にマニュアルのフジノンの1855というですね、たった3倍のレンズを使ってるんですけども、それとも大きく違う用途で使えます。だから近寄りたいけども近寄れないところを撮れる、これは大きいですよね。だから報道とかでやっぱりその現場に近寄れないことって結構あるので、そういう時には非常に役に立つと思いますね。それから何か物事が起こってるのを、遠くから、その時にも画角を調整しながら綺麗に撮ることができるという意味では、やっぱりズームに余裕があるというのは一つのやっぱりアドバンテージであり、機動力が高くなるということですよね。で、ズームですけども、ここのシーソー、それからこのハンドルの上のシーソー、それから、こちら側のリングですね、ズームリング、この3種類があるんですけども、このズームリングはモーターが中で動いて、ズームするというですね、機構なので、基本的にはレバーで動かしているのとあまり感覚的には変わりないんですよね。メカ的にカチッと動くようなものではなくて、以前のものに比べると追従は良くなっているんですけども、やっぱりメカ式のものと比べると、ちょっとこうタイムラグがあるような感じがするというようなものです。だから人によってはですね、こうレンズを持ちながら、やりたいと、こっちでやるよりもこっちでやりたいという人もいるかもしれません。そのためのものですね。でも使ってみた感じでいくと、その高倍率を自由自在に使うにはやっぱりこのシーソーで、ズーム位置を決めた方が素早くできるので、使い勝手としてはそんなに悪くなかったです。これフルマニュアルにカチッとやればフォーカスがなるんですけども、25倍ぐらい遠くに、あるものにフォーカスを合わせようと思うと、フォーカスアシストを使っても、ちょっと難しいということですよね。なので、オートでやった方がどちらかというと失敗ないかなというふうには思いました。でさらに4K の時は25倍までしかできないんですけども、解像度を HD にした場合はさらに倍、50倍ですよね。50倍というとですね、これ広角側は 28.8mm ぐらい、35mm 換算で 28.8mm ぐらいから始まるんですけども、50倍すると
1440ミリなんですよね。1440ミリって言ったらスチルのカメラでもなんかこんなやつですよね。あれに匹敵するレンズになるわけです。だから引きの時はもう そこに人がいるのはようやくわかるかなっていうぐらいのサイズなのに、酔ったらもうちゃんとその人のディテールまでわかるというですね、これぐらいの高倍率のレンズであるということをまあ実感した次第です。だから普段ちょっとこういうアングルは気づかなかったというものが実現してしまうというですね、予想外の展開がカメラを構えた時に起こってしまうというですね、そういうふうに思いました。なのでこう予想外の絵が撮れるという面白さもあるんですよね。まあ、そういう意味でこの25倍のズームはいろいろ活躍してくれるんじゃないでしょうか。まあ、僕もまあ余裕があったらこのカメラは1台持っててもいいかなというふうに思いました。 FS5 ですとね、どうしても制作用の画角を決めてカチッと撮るときにはいいんですけども、数多くガンガン撮っていって、しかも打率高くないと飽きませんよっていう時にはやっぱりこれいいですね。特にGH5 とかデジイチを使っている方、もしくはデジタル一眼で動画を、まあ、始められた方、一度レンタルしてでもですね、これ使ってみたらいいと思います。全然世界が違います。デジイチで一生懸命なんかこうワンカットワンカット決めて丁寧に撮ってた撮り方と全く違う撮り方に多分なると思います。もうガンガン撮れます。ほとんどオートに任せて、ズームもものすごく長い距離から引きまで、引きのワイドまで撮れるという、なんかすごく、まあ、自由な感じですよね。まあ、そういうカメラですよね。本当に、まあ、自由で正直みたいなね、そういうカメラだと思います。また機会があったらぜひ使ってみたいと思います。それでは。